オラブエナスタルです。山田です。新年明けましておめでとうございます。メキシコで無事に2022年を迎えることができました。2021年お世話になった皆様、 YouTube ご視聴いただきました皆様、本当にありがとうございました。今年は本当にまあ例年に比べて怒涛の1年でしたね。2021年振り返ってみるとですね、当初僕去年の1月の頭にメキシコに渡航の予定だったんですけど、渡航前の PCR 検査でまさかの陽性判定が出ちゃったんですよ。本当にね、21年はね、波乱の幕開けでしたね。まあなんとか1月の末にはメキシコに渡航できたんですけど、本当ね、当初はね、不安でたまらんかったっすね。一人で飛行機乗るのも初めてだったんですよ。英語もスペイン語も全く話せなかったんで、アメリカのトランジットとかマジでやばかったっすね。メキシコ来るのも初めてだったんですよ。初めての海外生活だったんで、本当にね、最初はホームシックがマジでやばくて、家族の動画とか手紙見てマジで毎日泣いてましたからね。まあ、本業の仕事の方は本当にね、仲間に恵まれたなっていう感じでしたね。メキシコ人ももう本当みんなね、真面目でめちゃくちゃ仕事してくれるし、本当にね、めっちゃみんないいやつなんですよ。一緒に仕事してて、まあ、日本よりストレス少なかったぐらいだと思いますね。今年の夏からね、 YouTube を始めさせてもらったんですけど、目標としてた年内チャンネル登録者数200人をギリギリ達成することができました。本当皆さんありがとうございました。いつもご視聴いただいてる皆さん、チャンネル登録してくれてる皆さん、本当にありがとうございます。最近だとね、 YouTube で僕のこと知ってて動画を見てくれてた方と直接出会ったりとかして、なんか少しずつ視聴者さんが増えてるのを実感できてね、本当に嬉しい限りです。2022年もね、頑張って楽しい動画作ってきますんで、今後とも応援よろしくお願いします。あとですね、一つ報告がありまして、私近日日本に一時帰国させていただきます。今ね、日本でもオミクロン株とかがこう流行しつつあって、まあ、海外からの渡航者がね、あまりこう良いとされてないことは十分承知してるんですけど、今回のね、一時帰国の目的は家族をね、メキシコに連れてくるための一時帰国になります。約1年ぶりの日本なんでね、いろいろとね、満喫したいんですけどね、今んとこね、14日間の隔離があるんでね、まあほぼ9割以上家で過ごすことになりますね。まあ家族との時間をゆっくり過ごそうかなと思います。隔離が終わった後はね、車を降り行ったりとか、家を片付けたりだとか、各種手続きとか、なかなかね、ハードな日程になると思います。なんでね、帰国前にね、メキシコで何個か動画を撮って、で日本に帰って編集してアップできたらなと思ってます。ちょっとね、どうなるかわかんないですけどね、頑張ろうと思います。ということで、21年の振り返りと直近の一時帰国の報告でした。あと22年の抱負ですね。まあ、22年の抱負はですね、家族がメキシコ来てくれるんで、まあ最初は苦労かけると思うんですけど、22年の終わりに今までの人生で一番楽しかったなって言ってもらえるのが、まあ今年の抱負というか目標ですね。あとはね、YouTube の方も、まあ家族が合流するんで、まあ今までできなかったこととか、まあちょっと幅が広がると思うんでね、頑張っていこうと思います。じゃあ最後になりますが、2021年本当にありがとうございました。そして2022年も引き続き山田のチャンネルよろしくお願いします。ということで今日の動画はここまでです。それではまた次回動画でお会いしましょう。アスタールエゴ、アディオース。10、9、8